産業 IoT ロードマップの調査委員会の一環で、第4次産業革命アカデミーということで、今回は第7回目、慶応の SDM、白坂先生にソ、ソサイティ5.0時代のシステム、全エンジニアリングということでご講演をいただきます。白坂先生には国際シンポジウムといつも助けていただいておりますし、 このロードマップの委員会の,、まああの活動も後ろで支えていただいていて本当にありがとうございます。えー、で、1時間の講演、あの1時間の中で Q&A 含めて、えー、といただきたいと思っております。よろしくお願いします。先生の方よろししいでしょうか、か準備。はい、大丈夫です。はい、じゃあ,あの先生の方うにあのお譲りしますので、よろしくお願いいたします。 はい、えー、皆さん、こんにちは。兄弟君の白坂と申しますあの。いつも大変お世話になっていますあの。これまでも、えっと、何度かあの国際の,あのイベントの方でお声がけいただきましてあの、認知バイアスの話ですとか、あるいは、えっと、DX の話ですとか、いろんな話をさせていただきました。今回もです、ね、そのような、その辺の内容も含みながら、えっと、お話をできればというふうに思ってますので、かぶるところもございますが、あのその辺はご了承いただければというふうに思います。 でではですね早速資料のほうを共有して、えー、進めていきたいと思います少々お待ちください。<laughs> はいえー そサティ・コー,ィーゼロ時代のシステムゼンジャリーについてということでお話をさせていただきます。あの日イスあの、多様性の話とか日イスの話、これまでもしている通り、これもまたせっかくなんで紹介させていただきますと、これはハーバード・メディカルスクールやった実験の論文から持ってきたものになります。実際には5枚の CT の画像があるところを保守技師の方に見せて、がん細胞を見つけてもらうという実験をやったものになります。うん、で 最初の4枚については、放射線技師の方々は簡単にガん細胞を見つけたというふうに報告されているんですが、5枚目、この今皆さん見ているの,その5枚目ですが、この5枚目については、多くの放射線技師の方がおかしいところはないんじゃないかというような、えっと、回答をされたというふうになっていますで。実際には、えっと、この 5枚目については、ですねがん、えー、細胞はないんですね、外細胞の代わりもお気づきの方もいらっしゃるとおり、この右上にがん細胞の48倍のゴリラが映っております。しかしながら、放射線技師の83%、はこのゴリラに気がつかなかったということが報告されてまして、これはですね、まあ我々はあの無意識的に情報の選択をしている、つまり我々自身は認知のバイアスを持っているということが分かっております。<laughs> またこのの認知過程はですねあの 繰り返していくと、固着するという言い方をするんですが、固着化していったものを、これを専門家バイアスというふうに言います。で専門家バイアスというのは、あのバイアスという言葉を日本だとちょっとネガティブなイメージが <laughs> ついている言葉ではあるんですが、実際は決してネガティブなことだけではございませんで、専門家バイアスで、要は専門性があの高強まるということなので、なので、先ほどの例で言いますと、例えば毎日毎日がん細胞を見つけるという仕事をしてはすると、がん細胞を見つけるスピードですとか、 その角度がより高くなっていくという意味で、専門性がどんどん高まっていくという点はすごくいい意味になります。一方で、その専門家バイアスが強くなると何が起きるかというと、その専門性以外のところの情報が意識下に上りにくくなるということがより強まってしまいます。なので、認知バイアスがより強くなったものが専門家バイアスという形になるわけです。で、質問エンジニアリングの重要なところっていうのは、広く物事を俯瞰するということになりますので、 広く俯瞰しようと思っても、専門家バイアスを持つと、狭い範囲、つまり広く全体を俯瞰することができなくなるということは、これはもう認知の過程で起きることですので、仕方がない。じゃあ、どうするかというと、いろんな専門家のバイアスを統合するしかないわけでして、ですので、<laughs> この専門家のバイアスを統合するということをやって初めて、えー、全体を俯瞰することができる。なので、この異なるバイアスを持つ人との協力が必要になってくる。 じゃあ、それをどうやってやるか、単に下集めてあげるといいかというと、残念ながらそうではなくて、人を集めてもなかなかうまくいかないので、そのための人の道具としての方法論が必要で、まさにそれがまあシステムズエンジニアリングであるという形になってきます。<coughs> すみません、もう私の <coughs> 自己紹介も飛ばさせていただきます。時間もったいないので。で、これでもうあの前にもお話をしてますが、 結局、ただ、今何が世の中で起きているかというと、DX をはじめとして、デジタルがえと広まって、新しい技術が広まってくることによって、ちょっと状況が変わってきたというものがありまして、まさにこれは Society5.0 はそうなんですが、簡単に丸三角四角で、<coughs> 私はいつも説明しているんですが、何らかの丸目的があったときに、既存の手段、四角を使ってえと実現すると。 この既存の手段、資格をうまく使って、丸を実現する。このうまく使うというのがこの三角になります。例えば、こういったイベント等の参加だと、参加することを考えると、まあ、昔はですね、あの、参加者を管理するという目的、丸を事務局が持っているときに、じゃあ、どうやって管理するかというと、誰が参加するか分からないといけないので、既存の手段、まあ、例えばファックスみたいなものを使って申し込んでもらう。既存の手段、ファックスで申し込んでもらったもので、 参加者の管理をする、丸を実現するために、えー、と三角部分では例えば、そのファックスで来たものをこう束ねるという,ようなその束、ね、紙を束ねるということを使って、えー、と参加者を管理するということを実現してきたわけです。それが現在、もちろん今回もそうだと思いますが、あの参加者を管理するための、まあまあ、申し込むための手段はデジタルになったわけでして、デジタルという既存の手段を使うことによって、三角は紙を束ねるからデータを束ねるにこうちょっと変わったと。 いいいううこととが起きてるかなというふうに思いますただしもちろんあのデジタルでそれができるようになったわけではございませんだけができるようになったわけではございませんで既存の手段とは違う新たな手段を我々は入手したのでその手段で実現できることが変わってきたわけですね昔はできなかったことが新たな手段に実現できるようになってきただからこそトランスフォーメーションが起きているというわけですでその新しい目的丸を トランスフォームされた丸を実現、新しい目的を実現するために、新しい手段も使いながらこれを実現するわけですが、じゃあそのときの三角はどうするか。この三角は、さっきの束ねるみたいな参考になるものがないわけですから、ここもゼロから考えなきゃいけないということで、ここも設計しなければいけなくなっている。これがまさにアーキテクチャーと言われているところで、まあ、システムズエンジアリングが活躍するところになるわけです。<laughs> で、この丸の設定も実はかなり難しくなってきてまして、何が起きているかと言いますと、この えっと、新しい四角を理解して、その上で起きている新しい三角、アーキテクチャを理解しないと、丸、何を目指していいかを決められないということが実は起き始めてまして、今までの延長のちょっとした改善であれば、過去の今の丸からちょっと改善した丸を設定すればよかったので、まあ、大体フィーズブルだろうみたいなことでできたわけです。これが改善ではなくて、ちょっと違う丸を実現しようとすると、何が起きるかというと、 本当にそれがフィージブルなのかどうなのかということを考えなきゃいけない。そのためには、四角と三角が理解されてないと、それすらわからなくなるということがいきます。あの、フィージブルじゃない丸の設定は意外と簡単です。例えば、あの、えー、っと、どこでもドアですとか、タイムマシーンみたいなもの、誰もが欲しい丸ですが、これは実現がフィージブルはできない、フィジブルではない、実現できない丸ですので、こういったものを設定しないで、フィージブルなものをどうやって設定するかというところは重要になってくるというようになってきます。つまり、目的設定にすら、 視覚、技術の理解と、それによって起こり得る三角、アーキテクチャーの理解というものが必要になってくる。まさにこのアーキテクチャーシステム全体のなわけですが、ここの理解がないと、何を目指すかすら分かんなくなってきてる。なので、これを分からず目的設定をするとですね、できもしない丸になるか、まあ今のちょっとした改善の丸にしか所詮にならないという形になってくるので注意が必要になってじゃあ、そのアーキテクチャーというところをちょっと見ていきますが、 アーキテクチャ、アーキテクトという言葉が最近いろんなところで使われております。もちろん当たり前ですが、もともとアーキテクトって建築家のことです。それが IT アーキテクトですが、システムアーキテクトとか、ソリューションアーキテクト、コミュニティアーキテクト、ビジネスアーキテクト、いろんなアーキテクトがあります。で、これは、実はシステムアーキテクトから発生した言葉なので、まずはちょっとシステム側から理解をしていくと、システムとは、相互にさらする要素を組み合せたもので、 あるとで、その要素というのは、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、人技術、設備、サービス、その他、支援要素を含むということで、あのシステムを実現している手段は別にハードウェア、ソフトウェアだけの話ではないと。人であったり、技術や情報、設備、サービスなど、いろんなものを含む可能性があるということで、SM 研究科では、なのでビジネスを研究して、システムとして研究している人もいらっしゃいますし、例えば政策をシステムとして研究している人もいたりするわけですね。なので <laughs> あの、システムイコールハードウェアとか、まあもっと言うとソフトウェアとかっていうふうに理解すると、やっぱりすごく狭く見過ぎてると。これは後ほど実際にその、それではダメだという例をちょっとご紹介していきますけども、この何で実現、システムの構成を実現するかっていうことすら、我々はすでに考えていかなきゃいけない時代になってきているというのが、すべて5.0です。つまり、このシステムとは別にソフトウェアとかハードウェアとか、まあ IT のことではなくて、 複数の要素から構成されるあらゆるものがシステムであるという形になります。そのときに、アーキテクトという言葉を見ると、〇〇アーキテクトってあったときに、実はこの〇〇イコールシステムアーキテクトなのでシステムになるわけですから、なので、IT アーキテクトというと、IT をシステムとして捉えてるアーキテクトになります。ソリューションアーキテクトというと、ソリューションをシステムとして捉えているアーキテクトになります。 コミュニティアーキテクトになると、コミュニティをシステムとして捉えてるアーキテクトになすし、ビジネスアーキテクトはビジネスをとシステムとして捉えているアーキテクトになるということで、どの範囲を捉えてる、捉えて設計する、まあ、あのそれを設計する人をアーキテクトと呼ぶかっていうので、〇〇アーキテクトっていうのは決まってるという形になります。じゃあ、このシステムというものの考え方を思考に持っていたものがシステム思考になります。 システムは先ほど言った通りえっ、ー、り、複数の要素が相互に作用するものになるわけですから、システム思考とは取り、まずはもちろん全体を捉えるシーイングホールズというものと、二つ目、シーイングインターリレーションシップ、つまり関係性を捉える、複数の要素から構成されるんで、関係性を捉えるっていう、この二つの観点を持っているものをシステム思考と言います。で これを俯瞰するときにはどういうコツがあるかというと、時間的な俯瞰、空間的な俯瞰、意味的な俯瞰というのがありまして、時間はまあ最初から最後までですし、空間的な俯瞰というのは対象物だけではなくてその周りも見るということになります。で、意味的な俯瞰というのはなぜそれをやる、何をやるかどうやるのかというふうな考え方で捉えることをこれはあの意味俯瞰と言います。<laughs> で、まさにこのデジタルによって何が起きてるかというと、いろんなものがつながるようになってきたわけですよね。なので、これまでつながってなかったものがつながるようになったからこそ、できるようなものがどんどん広がっているというふうになってくる。つまり空間軸、まあ時間軸もそうなんですが、実は、がつながることによって、意味、ホワイトまで行くところが全然違うホワイトを実現できるようになってきているという形になってきます。この <laughs> システム思考を 課題解決、実際の目的を持って、えー、と使うことをシステムアプローチと言います。で、このシステムアプローチをエンジニアリングの分野で使っているのが、まあ、システムエンジニアリングというものになります。で、システムエンジニアリングの、えー、と定義によると、システムの実現を成功させることができる、つまり目的を実現することができる、複数の専門分野を束ねるアプローチを呼び手段ということで、例えばここにあるような、まあ、私の専門でもありますが、 災害用の例えばこの人工衛星を、こんな人工衛星が欲しいと、災害をこんなふうに災害をモニターするものが欲しいという目的を設定するときに、これを実現するために、機械屋さん、電気屋さん、ソフト屋さん、制御屋さん、熱屋さん、口座さん、まあ、いろんな人たちがいるんですが、そういった専門家を束ねて、こんな設計をすればいいという、このゴールを実現するためのデザインを導き出す、この間に存在しているのがシステムズエンジニアリングというものなんです。 このシステム全エンジニアリングにおいての標準の中で、まさに、えっと、例えば、ISO の、えっと、1号28ですね。えっと、実 X の0170になりますが、このシステムライフサイ,イ,フサイクルプロセスの中の、テクニカルプロセスの中に、このアーキテクチャディフィニションプロセスというのがありますし、じゃあ、アーキテクチャ、そのデフィニションをどんなディスクリプションであるべきなのか、あるいはどんなプロセスでそれを具体的にやっていくべきなのかっていうところこういったものが、まあ、 ISO の標準に書かれているわけですが、まさにこのシステムのアーキテクチャというものは、システムズエンジニアリングの一部でございますので、あの <laughs> 一部であるけども、まあ、設計、設計活動の中ではかなり中心のある一,一部分ではございますが、こういったところに位置づけられるものがシステムアーキテクチャであるというふうに思ってください。で、アーキテクチャということは、まあ、先ほど申しましたように、もともと建築なので、建築物のことを指していますが、 別に建築物だけじゃなくて、インテルの Core i7 のアーキテクチャーという話もあったり、AMD のアーキテクチャーみたいな感じで、何かの構成を表すものをアーキテクチャーというものは、まあ今は当たり前のように使われているようになります。もちろん、それ以外にも、いわゆる IT のアーキテクチャーと言われている部分もあり、ところもありますし、あるいは製品のアーキテクチャーと言われているものあります。これは、あの、線アーキテクチャーっていうのは、すり合わせ型とかモジュラー型っていうやつ。あれがまさに、あの、製品アーキテクチャーと言われているものになるんですが、こういった部分、まあ、 建築物以外にもアーキテクチャーという言葉で使われているものがたくさん出てきております。先ほど言いました通りビジネスアーキテクチャーもありますし、コミュニティアーキテクチャーもあったりします。で、アーキテクチャーっていうのは g i s x 0 1 7 0さっきの15288の日本語版 JIS によると、システムが存在する環境の中でのシステムの基本的な概念または性質であって、その構成要素、相互関係ならびに 設計及び発展を導く原則として具現化されるというふうになっています。なので、まあ、要するに、まあ、なんか目的がシステムが存在しているので、それをどう実現しているかっていうコンセプト、構想的なところ、あるいは実現の方向性といいますが、まあ、つまりどんな要素とどんな要素を持ってきて、それ、どんな相互関係をもたらしているのか、でそれ、それで実現するシステムの性質はどんなものか、あるいはそれを、えー、と実現するための原則はどんなものかみたいなものを表した、これがまあアーキテクチャーであるというふうに言われています。 まあでもまあ分かりづらいですけど、結局は目的を実現する仕組みのことなので、先ほどの丸三角、四角でいう三角のところになるというふうに理解をしてもらえばと思います。で、アーキテクトというのは <laughs>、どんな人かと言いますと、まさにその全体を俯瞰して、多様な専門性を考え、統合した上で、目的を実現するための、まあ、ビッグピクチャーと書いてますが、要は仕組みをどうすればいいのかっていうのをデザインしていく、決めていく人、これがアーキテクトと言われている。 人になりますつまり実現する仕組みです、まあ。および原則というのはどんな方向性で安全第一の、えー、と原則でその仕組みを考えていくのかみたいなことも含めてやりますので、なのでまあ原則というところも入ってきますで。我々はそれを横串の専門家という言い方をしていたりします。つまり、いろんな専門分野があると、マルチディスプリン、複数の,あの専門分野のことをマルチディスプリンといいますが、 これを横串で刺すようなインターディシプリナリーなアプローチを取ること。これがまさにアーキテクトがやっている作業という形になります。なので、いろんな最近はまあデジタルのテクノロジー、AI とか IoT とかビッグデータとか出てきてますが、これは丸三角四角でいう四角の話であって、この四角をどういうふうに組み合わせていくといいのか、つまり三角をどうするかを考えることを通じて、丸、 新ししいいいい目的をを実現すするとととううことを、まあ、果たしていくという形になりますじゃあ、今日のテーマである、このソ、so、サ i ティ y 5.0という時代の特徴、ま,あ、まさにこれ、DADC における SE になってきているわけですが、この特徴をまあ4つほどご紹介していきたいと思います。まず、ソサエティ5.0はもう皆さんご存知だと思いますが、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムで、経済発展と社会課題解決を両立するような人間中心社会であるという入れ方をします。 で、4.0との比較で理解すると分かりやすいと思うんですが、さっき4.0時代、4.0っていうのはまさにサイバー空間のフィジカル空間はあるんですけど、その間に人が介在してる。つまり、行き先を入力するのは人であり、その入力した行き先に従って経路検出された。それに従って車を運転するのは人であるということで、うん、サイバーとフィジカルの間人が介在してるのが4.0というふうに言われています。で、それに対して、その間の人が介在しなくなるもの。つまり、例えば、 病院予約すると、予約時間に間に合うよ車が迎えに来てくれて、車になって病院に向かう途中に、え渋滞に巻き込まれると、その遅れ、自分の遅れ時間が病院に伝わって、自分の順番が後ろに下がって、先に来た人は前に行くようなことが起きる。このように人を介さないでどんどん、えー、と連動が進んでいくようなものが、えーと、サイバーフィジカルの高度な融合と言われてもらいます。で <laughs> と、A、サイバー空間がね、もちろん AI がありますが、これがまたどんどん進化していくという形になります。 これシステムズエンジニア的に捉えると、えっと、モビリティというシステムと、病院というシステム、これが連動して動くようなシステムになっているというふうに言います。なので、これをシステムオブシステムズという言い方をします。で、システムオブシステムズ、まあ、どんな、普通のシステムとどんな違いがあるのかを、まあ、紹介してのこのインコゼのシステムズエンジニアハンドブックになるこの事例ですが、えっと、 左側はキャノンの様子というシステムになります。右側が HP のプリンターというシステムになります。じゃあ、キャノンの様子で写真撮って HP のプリンターを印刷するために、えっと、キャノンの様子と HP のプリンターを USB ケーブルで繋いでいる状態。これは何かというと、これももちろんシステムですね。複数の様子が相互に作用して目的を実現していますので。なんですが、システムの中でもシステムオブシステムズというちょっと特殊なシステムになるという形になります。じゃあ、普通のシステムは何が違うのか。大きく2点の違いを、えー、と考えればいいかと思いますが、 一つは、そのエンドトゥエンドでうまく動かなかったときに、誰にそれを言えばいいかがパッとわかるかどうかです。キャノンの様子は、キャノンの様子が動かなければキャノンに言えばいいですし、HP のプリンターは HP が、あの、プリンターが動かなければ HP に言えばいいわけですね、もちろん。じゃあ、キャノンの様子で写真撮って HP のプリンターで印刷するために USB ケーブルでつないでいるとき、これうまく動かなかったら誰に言うのか。キャノンに言うのか、HP に言うのか、USB のケーブルのメーカーに言うのか、パッとわからないわけですね。 これがまさにシートモブシステムズの特徴の一つになります。じゃあなんでこんなことが起きるかというと、実はこれ動的につながるからでして、えー、っと、どういう意味かと言いますと、コンフィレーションが動的に生まれてくるんですが、キャノンのユースはずっとキャノンのユースです。HP のプリンターはずっと HP のプリンターです。でも、キャノンのユースで写真を撮って HP のプリンターで印刷するという、このキャノンのユースと HP のプリンターが USB ケーブルでつながっているコンフィレーションというのは、印刷するためにつなげた時にしか生まれてこないんですね。で、 キャノンのニュースは普段は繋がってないでしょうし、あるいは他のなんかパソコンと繋がっている時もあるかもしれないし、なんかテレビのモニターに繋がっている時もあるかもしれない。HP のプリンターも他のパソコンと繋がっている時もあるかもしれないし、あるいはカメラとこうやって繋がっている時もあるかもしれないし、単独で動いている時もあるかもしれない。つまり、使うときに動的に生まれてくるコンフィレーションなわけです。で、さらに言うと、このコンフィレーションっていうのはどんどん変わっていく可能性を持っているんですよね。例えば HP のプリンターが 新しいメーカー、どっかの会社がプリンターをダッシュしましょうか。そしたら、そのプリンター、まあ、例えば RRI という会社側として、そこはプリンターしたら RRI プリンターにつながることになるんですね。それはでも、キャノンの EOS は、キャノン作った側の EOS は、それが将来出てくることを知らないわけですよね。<laughs> まだ会社もなかったとすると、特に。つまり、どんなコンフィレーションになるかが設計時にはわからないっていう本質的なあの課題を持っています。でも、それでもそれを使う。 理由はやっぱり役に立つからでして、実際スマートグリッド、スマートシステム、インダースト4.0、IoT システム、これら、どれもしてもオブシステムズになる可能性を持っているものになってきます。じゃあ、これ、なんで社会課題解決になるかというと、もともとバラバラのシステムを人間中心で開発するというのは、まあ、これまでも散々やれてきているものになんです。ただし、人というのは別に車と病院を完全に分離して使っているわけじゃないですね。車に乗って病院に行くときあるわけです。<laughs> あるいは 病終わわるるとと車に乗って薬局に行くということもあるわけですねつまり、人間中心で考えると、バラバラのシステムをつなげて考えることができる。つなげて考えると、先ほどみたいに、病院に遅れそうになると、病院の薬事課に間に合うように車を迎えに来るみたいなことができるようになるわけですね。なので、こういったことが、人間中心でできるようになっていくる。 つまり、何らかの課題解決、誰かの、えー、と価値提供につながっていくということになります。じゃあ、これがなんで経済発展につながるのか <laughs> っていうところが次のポイントになります。これは、えっ、ー、と、車とか病院とか薬局という既存の競争領域、これはまあ変わらないわけです。これは変わらずあるわけですね。<laughs> で、この上につながるという協調領域、まあ、あの、 共通領域といっても、そこ自体を競争している通信業者みたいなのがあるんですが、まあ、それは置いといて、既存の競争領域から見ると、協調領域になります。で、これが乗っかったその上に、何と何と組み合わせて、誰にどんな価値を提供するのがいいかっていう、新しい競争領域が生まれてきます。ですので、新しい経済領域、まあ、経済発展領域が生まれてくるということで、経済発展にも寄与すると言われ方をしまして、この 縦割りの業界からこの業界を横断するような新しい領域、これが協調領域、つながるという領域を経由して生まれるということで、レイヤー構造を持った産業構造へ変化し始めているという言い方をしたりします。まあ、ただし、この、えー、っとものなんですけども、いきなりこの新しいものとしてつながるというのはなかなか難しいわけですね。 なので、その前段階として、既存の産業のレイヤー化っていうのが生まれてきているのが現状なです。で、ここからそのつながる方にどんどんつながっていこうですが、例えばウーバイツは分かりやすい例だと思うんですが、えっと、電話で注文を受けて蕎麦を配達するのは天安門の蕎麦屋さんって昔からあったわけですね。なので、そこは別に変わったわけではないわけです。何がこれ起きたかというと、えっと、もともと、例えばその天安門を配達する蕎麦屋さんからしても、 えー、電話で注文を受けて、そばを作って配達するときに、電話で注文を受けるとことか、配達するっていうとこは、競争領域ではなかったわけですよね。そこで他社と競争している人たちはいなかったわけです。うちは注文を受けるのは丁寧だから、うちにたくさん注文来るとはみんな思ってないわけです。つまり、そこは競争領域でないわけです。<laughs> 競争領域じゃないということはどういうことかというと、他社とそれを共有化しても何ら、なんだ、痛くもかくもない。 だってお蕎麦で競争してますから、お蕎麦作るところを競争、強調化すると、まあ、あの、共有化すると嫌ですけど、そうじゃないわけです。つまり、タスクを細分化していくと。そうすると、まあ、我々はそれを、あの、コア領域とノンコア領域と呼ぶんですが、ノンコアなタスク。電話に注文を受けると解体するっていうのはノンコアなタスクなんで、ここは他社と共有化しても構わないということで、プラットを向かムすんだわけです。じゃあ、ここをプラットを向かムして、 その後どうするかここを自動でやるのか要はテクノロジーでカバーして自動でやるのか電話で注文を受けるやつはこれは注文を受けるあの、えっ、ー、と、携帯やパソコンから注文を受けるというようにテクノロジーでカバーしたんですね。配達するっていうのは残念ながらまだテクノロジーでカバーできてないので、人でカバーするしかない。人でカバーするときに、その、えっ、ー、と、タスクですごくスキルがいるかどうか。スキルがいらない場合は、例えばこの配達するっていらなかったけですけど、この場合には、 一般人の方でもできるということで、マルチサイドプラットフォームで、あの、マッチングでやるということをやったわけです。で、まあ、そう、そうやった結果、今までは、その領域を持ってなかった、電話で注文するとか配達するっていうところを持ってなかった人たちも、それが活用できるので、いろんな会社が、えー、っと、それ配達ができるようになってきたという形になります。似たような感じで、ちょっと違う分野で言うと、KM United さんっていう会社、まあ、竹野部さんという方が CEO ですが、 この会社の監督アシストというサービスがあります。ここ、これはここに書いてある通り、現場監督を書類監督にするなんて書いてありますが、現場監督の作業、タスクを分解していくと、だいたいその40から50%が実は書類作業になることが明確になります。で、現場監督はもちろん、あの、書類作業で他社と勝負はしてないわけです。そこでは競争してないわけです。中身で競争してるわけです。<laughs> なので、この、 書類作業っていうのを他社と共有化する、プラットフォーム化することに対して、なんら抵抗がなかったわけですね。なので、これもタスクを細分化して、明確化するともに、ノンコアタスクのプラットフォーム化をしていったと。で、その一部は RPA、自動化が進むことができて、自動化でやると。残りの部分は、残念がテクノロジーはできないので人、人がやると。人がやるときに、さすがにですね、現場監督作業の書類作業とはいえ、多少やっぱり専門性が必要で、例えば、あの えっと、キャドに写真を貼り込むみたいなのがあったりするらしいんですけど、さすがにこれ一般人にはできないということで、ある程度専門性がいるので、えっと、彼らは監督アシスト、まあ、キム・イナイトさんは雇用して、育成をして、それを実行しているという形になります。<laughs> まあ、実際にあの、カンボジア人とかベトナム人を雇用しているみたいですが、<laughs> で、こうした結果、現場監督の作業を、まあ、これまでは派遣業の人が派遣されてきてやったやつと。 現場さん、監督がやる効率を1としたときにはまあだいたい、大体60%効率ぐらい、0.6期ぐらいの効率で、えっと、処理が終わってたそうなんですが、監督アシストを使って3倍、300%効率になったそうです。で、しかもコストが下がったということで、あの、早くて安くなったという形だそうです。<laughs> なので今、あの、建設現場で、あの、すごい爆発的に広まってるわけですが、この建設アシスト。 で、このようにタスクを細分化明確していくと、えっ、ー、と、今みたいなプラットモームができるわけです。そうすると横にこうながり始めていくわけですね。最初はこれは同じ分野からスタートするわけですが、もちろんこれが横展開でどんどん広がっていくと、他ともつながり始めるという形になります。もう一つ変わった例と、面白い例で、えっ、ー、と、録色っていうのがあります。これは、えっ、ー、と、ソニーさんがやってる活動ですが、音楽を記録する録音。 映像を記録する録画に対して、調理、クッキングを記録する録食というものになります。これはですね、シェフの仕事のタスクを大きくレシピを作る作業と、レシピ通りに料理を作る作業というのに再定義し直したんですね。その結果、レシピ通りに作るというところについて、記録をし、プロのやつをやっているのを記録し、それを再生をするということで、 そのの料理をを同じよよううに作るることができるようなもも目指してもらいました実際私もあの6色ラボの方に競馬シーンありますが行かせていただいてマ、えーボ豆腐の再生の方へやらせてもらいましたあのマーボ豆腐の記録自体は、えー、と星付きの中華料理の,のレストランのシ,シェフのものだらしいんですがそれを私あの普段全然料理なんかしませんが私が再生をするというのをやらせてもらいました見事においしいマーボ豆腐を作ることができました つまり、あの、私ができるので、誰でも多分できるんだとは思うんですが、この、えー、っと、新しい技術を使って、タスクの細分化、明確化をするともに、新技術によるタスクのノンコア化をしたわけですね。で、それをプラットフォーム化したということで、マリサイドプラットフォームで多分これはできるものになりますし、あの、実際ですね、あの、陳健一さん、中間の達人の陳健一さんが、まあ、数ヶ月前に亡くなられましたけど、 えっと、あと2ヶ月生きてたら、実は6食やる予定だったらしいんですね。で、残念ながら、まあ、審査の料理はこの世から、もう歴史から失われてしまったわけで、誰も作れなくなったわけですけども、もしこれが残ってれば、この後も我々食べることができますし、例えば、あの、ね、あの、私の地元のあの、ばあちゃんのあの料理みたいなものを記録が残せるようになる可能性もあるわけですね。で、そういった、あの、何でしょうね。 過去のレシピというか、過去の料理を残していくという、レシピだけじゃ、この、表せきれないクッキングというものを、こう、残していくということも価値があるんですが、もう一つ面白いのは、これは、あの、例えば、有名シェフのレストランの何がリスクかというと、そのシェフが怪我をしたり病気した瞬間にですね、売り上げがゼロになるんですね。もうなくなったりしても。なので、実は銀行とかがですね、お金を融資したりするのがすごい難しい分野になります。なんですが、 これ、再生さえできれば売上が立つので、そこのリスクが,が大幅に減るということになります。なので、こういったことをやる。で、まさにそれをノンスキルで一般の方々が、マリサドプラトメ、多分主婦みたいな方々が普通に全然おいしいものを作れる。その再生ができるというビジネスが生まれてくる可能性があったりするわけです。このように、技術によってタスクの分解が変わるということが起きてきます。ちょっと先にこっちだと思んですね。 で、これ何かというと、我々あの生成 AI とかを使った例も、例えばいろんな会社さんとやら,れてやさ,てやらさせていただいているんですが、これ、新聞社さんとやったときの例の一つですが、今は記者というものは、もちろん記事を書くというタスクをやっているんですが、もっと明確に言うと、読み手を考えて読み手に合わせた記事を書いているわけですね。しかしながら、例えば生成 AI ができてくると、オンラインの場合は、 読み手に合わせた表現に自動で生成するということができ,できるようになります。じゃあ、自動で生成するための元となる文章、これはやっぱり記事 <laughs> 書かなきゃいけないわけですね。ちゃんと <laughs> 調査をして、取材をして。なので、今はターゲットに合わせた記事を書くということを、なんとなく記事を書くという言い方をしているわけですが、それをタスクを明確にベースとなる記事を書くことと、 そのベースとなっている記事をターゲットに合わせて表現するって、これを2つのタスクに分けてあげると、後者は生成 AI で自動化できるということが起きるわけです。つまり、テクノロジーによって、タスクの分解の仕方って変わるんですよね。そう考えるとですね、あの例えば農業で土地を耕して、えー、種を植えて水もまいてあ、肥料をまいて水をまいて、でえー、と農薬をまいて、収穫をして、それを一番 届けるみたいなことをタスクを考えるときに、それらの,のいくつかはもうすでに自動ででき始めてますし、多分いくつかはノンスキルでマリサーとプラットフォームで,できそうですし、もしかするといくつかはあのスキルが必要なので、えーっと、雇用したプラットフォームになるかもしれません。もうすでにあの農薬膜とかそういうの起きてますけども、ロ,ロボットであの耕すとか、収穫するみたいなのも起き始めてますよね。というふうに考えると、その農業、今、 高齢化、農家さん高齢化進んで、タスクがですね、まあ仕事ができなくなり始めているわけですが、その、気候に合わせて何をいつ頃植えるかみたいなことはかなりスキルが必要なので、これは、まあ、あの、軽血な農家さんにお任せしたとして、他のものはかなりプラットフォームで実現できるようになってしまう。なので、こういうふうに考えていくと、これまで垂直統合されてた農業、例えば、えっと、<laughs> まあ農業に限らず、いろんなものはそうだと思うんですが、農家さんがいて、トラクターがあって、自分の土地が、畑があって、そこを耕して何かを収穫をしたのを、レイヤー化をしていく。つまり、農家とトラクターと、えっと、農地みたいにレイヤー化していって、そこにサイバーフィジカルで切り分けていくと、農家さんが、あるいは、あの、畑もトラクターも持ってない農家というものが、例えば人のトラクターを借りて、人の土地を借りて、 何かを植えて収益を上げるみたいなこともできるようになったりするわけですよね。なので、こういうふうにレイヤー化をしていくっていうのが、まあ、既存の産業の中でもたくさん生まれてくるということが起きているという形になります。このように社会構造、産業構造がレイヤー化を進むっていうのが一つあるんですが、そこと合わせて、設計対象範囲が大きく変わり始めています。これは、あの、例えばエンジニアグシステムズというものの中で、えっ、ー、と、MIT が言ってたことですけども、 例えば、電気自動車を設計するというと、昔は電気自動車の中を設計してる。ただし、電気自動車は中だけを設計しても動かせない。なんでかというと、インフラがないからでして、インフラも同時に設計して、インプリメンテーションしなきゃいけないと。でも、それだけでも足りない。何が足りないかというと、政策とか法制度が足りない。なので、製品とかインフラに合わせて、法制度までも同時に設計しなきゃいけないんだということを言われています。で、まあ、まあ、そうかねというようなイメージを私は持ってたわけですが、実際、 あのどういうことかというと、一緒にというのはどういう意味かというと、トレードオフの関係にあるということになります。<laughs> じゃあ、トレードオフの関係にあるとはどういうことか、これは例えば、まあ、私もあの自動運転とか一緒に皆さんとやらせていただく中で、まさに感じていましたけれども、結局、その法律、まあ、規制、ルールを作ることと、システム、まあ、ハードウェア、ソフトウェア、システムを設計することっていうのが、かなりトレードオフになってくるわけですね。 で、実際このハバ大学のレシー教授、あの法学者ですけど、法学部の教授ですが、アーキテクチャを決めることと法律を決めることっていうのは、等価であるという言い方を彼はするんですね。で、どういった意味で等価かというと、人の行動を律するという点で等価であるという言い方をします。どういうことかと言いますと、例えば法律で酒気帯び運転禁止という規定、まあルールがあります。で、この時に、まあ、酒気帯び運転禁止、もちろんこれやっちゃいけないことなんですが、これを守らすためにモニタリング、時々チェックをされるわけですね。 で、違反をしていると、罰金とかあの限定とか、その先には免停みたいな、このエンフォースメントをかけることによって、みんながルールを守るようにしているのが、これが、えっと、規制と法律という形になります。一方で、例えばあの海外のスタートアップがやろうとしてますが、ドライバーの吐く息、呼気や、あとは、えっと、エンジンのスイッチをオンすると、このスイッチのところにこう指が触れる、この指の皮膚から、 アルコール度を検出して、その人が酔ってるかどうかっていうことを検知しようとしているスタートアップがいます。で、これ、もし仮に、まあ,ありえないと思いますが、もし仮にこの右側の仕組みが全ての車にインストールされたら、気帯技運転禁止っていう法律はいらなくなるんですね。これ、両方とも、あの、酔った状態で車を運転させないという目的を実現する手段なわけです。つまり、法律で規制するのか、 テクノロジーで規制するのかっていうのは、これトレードオフになってきます。で、このように、えっと、アーキテクチャでこう規制をするとですね、効率がいいんです、実は。っていうのは、モニタリングもエンフォースメントもいらないから。なんですが、法学者が気にしてるのは、アーキテクチャによって人の小撮りするっていうのは、その人が合意してるかどうか関わらず、規制をかけることができるんで、 それが本当にやってもいいのかっていうことを議論してたりするわけですね。実際我々はいろんなところでアーキテクチャによってあの行動を利してられてるわけです。例えばよくあるのは、あの、えっ、ー、と、パスワードの決め方ですよね。これルール、サイトごとにみんな勝手に決めちゃってますが、あれ、設計者が勝手に人の行動を利してるわけですよね。で、まあ、あれぐらいやったらいいんですけど、そういった目に見えないアーキテクチャによって、えっ、ー、と、規制されてるもの、実はたくさんあったりするのを彼らは気にしてるんですが、一方で設計する学科すると、 法律で対応するのか、アーキテクチャーするのか、これトレードオフになってくるということで、あの、今まであるものっていうのは、ルール、規制、法というものは既に存在しているので、それを守るというふうにやればよかったわけですが、アーキテクチャー、今ないものだと、アーキテクチャーであるのか、法であるのかすら、設計パラメータであるという形になってきます。で、さらにそこに急速な変化の対応というものが必要になってきます。 まあ実際もこれもよく使われているブーカワールドという言葉ですが、ボラタリティ変動の V と、アンサートティ複雑の,の C、アンビギュティ曖昧の A ですが、これは今の延長上に将来がないだけではなくて、その将来がどうなるかわからないっていうことを言っている言葉になります。で、今の延長上に将来がないっていうのはどういうことかというと、今までの経験則というものが長期間は使えないってことなんですね。例えば AI で言うと、過去だけの あの学習データであったら、将来すぐに使えなくなってしまう可能性があるということになります。さらに、まあ、ワールドサン・アンサントリー・インデックスという世界不確拡散支出というのがこれもどんどんあの急増してますし、もう皆さんご存の通りね、あり、コロナがありで、その後ウクライナがあり、イスラエルがこんな状態になっているわけですね。で、能登でまた1月1日の文事ありました本当にもう何が起きるか分からない時代になっているわけですが。 ソサ,サイティ5.0って実はその変化を助長しようとしています。どういう意味かといいますと、システムオブシステム図化っていうのは、例えば A というシステムと B というシステムが独立してると。その時に A に対して影響を与えるような外部環境変化っていうのは A だけへの影響だったわけですが、A と B がつながってしまうと、A を経由して B にも影響を与えてしまう。あるいは B にしか影響なかったものが B を経由して A にも影響を与えてしまうみたいなことが起こり得るわけですね。 なので、我々はつながる社会、システム・オブ・システムズの社会を作るということは、変化の影響を受けやすい社会を実は作ろうとしているわけです。じゃあ、それをやめましょうではなく、それをやっぱり価値があるのでやるとしたら、それに対応しなきゃいけないわけです。で、この変化へ対応するっていうのを、じゃあ、なんでこれが日本から出てくるのか、不思議でしょうがないんですけども、例えば、とアジャイルという概念、これは野中育次郎先生のわけですよね。で、この DIOS、 これはディペンダビリティエンジニア n g i オープンシステムというものですが、こちらはソニーのコンピュータサイエンス研究所を作られたところ、マリオ先生が考えられた、らが考えられた概念ですが、ま e p e n d a b i l i というのは総合信頼性と実際訳されていますが、えっとセキュ、セキュリティとか、あのセーフティとか、リライビリティとか、そういうの全部を含めたあの概念のことをディペンダビリティと言います。 でポイントは、フォーオープンシステムというところでして、オープンシステムって何かっていうと、外部との関係性を、あのあクローズシステムから言いましょうか。クローズシステムっていうのは、外部との関係性を固定化できるという仮説に基づいたシステムになります。なので、実は昔のシステム開発、システムズエンジニアもそうですが、クローズシステムを前提としてました。なので、要件は定義できるという想定のもと、要件を定義してシステムを開発するということをやったわけですね。 それがオープンシステムになるとどうなるかっていうと、オープンなんで変化する。つまり、外部との関係性が変化してしまう。つまり、要件が変化してしまうということを想定したシステムのことをオープンシステムと言います。これのディペンダビリティをどう担保するかっていうのを、まあ、考えているのがこの DIOS 協会というところになります。で、この向かって左側の DIOS サイクルっていうのが実は下に書いている IEC の規格にもなっているんですが、二重ループサイクルというものからできています。内側のサイクル、これ赤いサイクルですが、 こちらは障害対応のサイクルという、これはまあこれまであった風害型ら直すサイクルと思ってください。なのでこれはなら新しくないです。その外側に青いサイクルがあります。これは何らかの外部環境変化があった時にシステムを直すサイクルという形になります。じゃあ外部環境の変化といっても世の中でどんどんいろんな変化があるわけで、どうやって何の変化があった時に自分たちのサイクルを直すのか、自分たちが直さなきゃいけない、このサイクルを回すのかということをどう知るかなんですが、 そのため右側のものがあります。D ケースとものがあります。設計者が設計時に置いた前提条件というものを明確化していく手法になります。これを使うことによって、これが前提条件なんだから、その前提条件が変わるときには、この外側のサイクルを回さなきゃいけない、ディオサイクルの外を回すんだりがあるというようなサイクルになってくるという形になります。で、これはハードウェアソフトウェアのところからスタートした概念なんですが、別にハードウェアソフトウェアだけじゃないよね。 まさにそうじゃない、ガバナンスのようなも、さっきの法律もそうですが、これも、やっぱり何らかの想定があってデザイン、設計しているので、その想定が変わったら変えなきゃいけないよねということで、こちらも、あの、経済産業省のガバナンスイノベーション2.0というものの中で、アジャルガバナンスっていうコンセプトがあります。で、こちら、外部環境がどんどん変化する中で、ガバナンスそのものをアップデートするときに、あの、不具合を直す内側のサイクルに対して、外部環境変化によって、 ガバナンスを再設計するサイクルという、この外側のサイクルを用意しました。で、まあ、これは、あの、えっ、ー、と、DIOS の20ループサイクルから作った、うちの研究室で作ったんですが、あの作ったものになります。で、同じように、組織学習論というものはそもそもありまして、右側になりますが、えっ、ー、と、組織というものは、あるビジネスモデル、まあ、それを前提と置いたときに、各組織が何をやるのかっていう、組織ルーティン、組織行動というものがあります。で、この行動を行った結果、 コードがうまくできなかったエラーが起きたら、そのコードを直すという、そのシングループ学習、これは当たり前のように <laughs> えとやる学習サイクルですが、これの外に、そもそもの前提条件としての、例えばビジネスモデルが変わってしまったということを学ぶ、このダブルループ学習という二重ループがやっぱりいるんだということを、組織学習論でも言われています <laughs>。で、実はですね、我々われシテモ・ブシテムズは、さらにその外側のサイクルが必要になります。 先ほど言いました通り、例えば車と病院がつながって、このときに何か起きてしまったら、これシステムオブシステムですから、じゃあ誰がどうするのっていうことをわからないわけですね。なので、車の組織側が何か変えるのか、あるいは病院の組織側が何かを変えるのかっていうことを決めていかなきゃいけない。つまり、組織を超えた環境そのものをこうアップデートするっていうことが必要になってきます。 これをトリプルループ学習と組織学習論で呼んでいるんですが、こういったものが必要になってきているというのが現在、このようなソサティ5.0という形になります。アジャルガバナンスでは、ガバナンスオブガバナンスという言い方をしていますが、このガバナンスがある二重ループの外側に、そのガバナンスオブガバナンスのループを回していくんだというような言い方をしてます。<laughs> で、この変化への対応なんですが、 じゃあ、変化に対応するからといって、毎回、毎回ゼロから直すというのは大変なので、じゃあ、それを変化に対応しやすい設計にしようというのが、この変化対応のためのアーキテクチャ設計という形になります。例えば、えー、と赤信号で車が止まるということは、多分すぐには変わらないですが、それをカメラで赤信号を認識して止まるのか、えー、あるいは信号機から車インフラー間通信で、今は赤信号だという情報もらって変わるのかってあ、えー、赤信号と認識して止まるのか、これは、 多分相場変わるだろうと。つまり、変わりにくい赤信号で止まるというところと、変わりやすいカメラで赤信号を認識するのか、通信で赤信号を認識するのか、ここを分けて設計する。まあ、これもまたレイヤー設計なんですが、分けて設計してあげ、その上でカメラで認識するとか、通信で認識するというところをモジュラー化してあげることによって、レカイやすくする。そうすることによって変化に対応しやすい設計をするという、この,あの変化しやすいところと変化しにくいところを、 あの変えていくという設計をやるということをや,やったりします。これはハードウェアソフトウェアだけじゃなくて、ガバナンス、規制でも同じ、ルールでも同じでして、例えば変えにくい法律のようなハードローと言われているものと、変えやすいガイドラインのようなソフトローと言われているものがありまして、ハードローのほうは変わりにくいもの、変えにくいですから変わりにくいものをハードローで設定し、変わりやすいもの、これは変わっていくので、変えやすいソフトローとしてのまあガイドラインみたいなことで設,定設計するというような、これまたレギヤア構造で、 えと、作ってあげることによって変化に対応しやすいガバナンスの設計もできるということが分かっています。で、このような変化対応をするのに追加して説明責任というものが最近はすごく求められるようになっています。最近ではイリティーズと言われ方をするんですが、まあこれシステム全体でないと分からないシステム特性、まあ英語ではライフサイクルプロパティスという方を正式権に言うんですが、これをイリティーズというふうに呼びます。 なぜエリティというかというと、リライアビリティとか、アベリアビリティメンテナビリティ、後ろにエリティという単語がたくさんあるから、エリティズという言い方をしているわけですが、このエリティ、まあ、セキュリティとか、セーフティも実はエリティなんですが、システム全体で見ないとわからないものです。つまり、例えばセキュリティも部分で見てもセキュアかどうかわからないわけですねセ。セーフティも部分で見ても安全かどうかわからないわけですね。つまり、システム全体を捉えなきゃいけないもの。 で、これが何なのかというと、これがまず種類がどんどん増えてますよという、これは MIT の論文の日本語訳になりますが、えー、1880年左端のところから、これ黒い線一本一本がエリティなんですが、クオリティとかセーフティとかリライビリティみたいなのが昔からあるわけですね。で、これが右にこう従う、積むに従って、例えばレジリエンスができたりとか、ユーザビリティができたりとか、スケーラビリティとのできて、まあ、最後のに出てきてるのが、まさにサステナビリティなわけですね。 で、縦は何かっていうと、これ、ログスケールになってるんですが、これ論文するんです。ログスケールなんで、とんでもない数がガーッと出てるっていうことなんですが、つまりどういうことかというと、新しいエリティが出てきて、それに対する重要度がどんどん増してるということを言えるかと思います。で、さらにこのシステム特性の立証というものが求められることが多くなってきてまして、システム特性の立証ってトップダウンで考えなきゃいけないです。ボトムアップでこんなのできてますけど大丈夫ですみたいなので、立証が実はできないことがわかってまして、なので、まあ、 車でと ISON26262 をはじめとする、まあ、機能安全規格。あらはテズドですとラムズ規格と言われてますが、リライビリティ、アベラビリティ、メンテナビリティ、セーフティ。で、最近ではそれ、プラス S としてセキュリティが入ってきて、ラムズプラス S というふうになってますが、こういったものを立証しようとすると、トップダウンで考えざるを得ない。<laughs> なので、トップダウンで整理していくっていうのは、まさにこれシステムズエンジニアリのアプローチ、分母でのアプローチになりますが、概念としてトップダウンとしての <laughs> 整理の仕方っていうのが必要になってきているわけです。 なので、現在のシステムというのは、まさにそういったものが起きてまして、じゃあ、こういったことができる人材の規制、つまり、四角を理解し、三角を考えた、まあ、さっきのシステムオブシステムとか、レイヤー構造だったり、こういったもの、あるいは変化に対応しやすい設計ですとか、こういったことを考えた上で、じゃあ、実現可能な丸って何だろうかということを決めていく。その上で、その丸を実現する三角を再度設計をちゃんとするということをやれるような人材。こういった人材が必要になってくる。この 丸と三角が実行できる人材っていうものが必要なんですが、これを、まあ、あ DX スキル標準というのは、計算産業省の中では作ったんですが、この中ではまああの、まあ、ネーミングはこれでいいかどうか置いといて、ビジネスアーキテクトという名前でまあ呼ばれるようになりました。すみません。私が座長ではあるんですが、まあ、いろんな方と話して、ビジネスアーキテクトというのがあのまあ最も適切なんであろうということで、そういうふうにしました。で、<laughs> この、えっと、アーキテクティングの作業というところが、 人材育成が実はすごく難しいんですが、なんで難しいかというと、まあ、このゼアトブ・システムズ・アーキテクティングの本から、えっと、持ってきた1ページなんですが、右側がエンジニアリングで、左側がアーキテクティングです。あの、日本のエンジニアイコールエンジニアリングだと思わないですが、これ英語で言うエンジニアリングとアーキテクティングの違いなので、えっと、日本のエンジニアはこれ両方やってたりするので、あの、右側だけをやってるわけじゃないんですが、この違いのここ、特に丸で囲んだところを見てもらうと、エンジニアリングは サイエンスアートでサイエンスが太字になっているに対して、アーキテクティングはアートサイエンスでアートが太字になっています。で、このサイエンスとアートですが、アートは芸術というふうな理解ではなくて、サイエンスの対義ごとを理解してください。そう考えるときに、えっと、サイエンスっていうのはじゃあ何かというと、インプットが一緒ときに、プロセスが一緒であれば、誰がやってもアウトプットが一緒になるもの。これがサイエンスなんです。一方でアートは一緒にならないものがアートになります。 じゃあ、なんでそうなるのかというと、エンジニアリンの方は、その上にあるとおり、アナリシス、分析が中心で、アナリシスは、イクエジョン、数式に基づいているから、誰がやっても一緒になるんですね。それに対して、アーキテクティングは、シンセス、何かを作り出す作業が中心で、で、それは何に基づいているかというと、ヒューリシティックス、経験に基づいているからという形になります。つまり、経験を積ませることをやらない限りは、アーキテクティング側っていうのは、残念ながら、能力アップができない、人材が育成できないという形になってきます。 なので、我々もまあいろんなところで、このアーキテクト人材の育成、今、企業さん、いろんな企業さんのに呼ばれてやらせていただいてるんですが、やっぱりですね、この高い抽象度、全体感を捉えるというのは、これ,これも結構やっぱり苦手でして、具体的なところの議論はすごい得意なんですけど、全体をとにかく早く捉えるっていう、その高い抽象度で全体を捉えるっていうのが、やっぱりなかなかできない。ので、これもたくさんあの練習をさせていただいて、身につけてもらうということをやるんですが、その時にまさに、 えっと、重要になってくるのが、この実務経験。やっぱりね、あの、実際の経験があった上での、やっぱり、その練習という形になってきます。で、さらに、多様な分野での経験があると、さらに、その、共通項を、こう、んでしょうね。見つけ出していくという面ですごく良くなってきます。で、理論と実践の両輪が必要という、これもですね、難しくて、実践だけだと、んでしょうね。やった範囲のことしか学べないです。残念ながら。 つまり、まあ、きお話しした内容、皆さんにとってどれぐらいが新しいのか分かりませんが、あの新しいものがあったときに、それが知らなかったら、そこって実践できないんですよね。なので、理,念理論と実践をやっぱり両輪が必要で、なので、まあ、我々も研修するときにあの、知識をインプットさせてもらって、それをもとにワークショップ形式で手を動かしてもらって、あの会社によっては、その後あの実際のプロジェクトでやってるところの伴奏までや,やると。 いうことをやりながら、えっと、やっぱりアーキテクトの人材育成というのはやらせてもらってたりします。あとはやっぱりこの多岐にわたる分野、特にシステム・オブ・システムになってくると、今では全然違うところとつながり始めてきますので、本当に多岐にわたる分野の統合が必要になってくるというのも難しいところかなというふうに思っています。で、こういったことを、まあ、実は我々は DADC でやっているわけですが、DADC でもやっぱり同じような考え方でシステム・デンジアで進めてまして、まさにこの丸三角・四角へとらえて、丸自体も DC で整理をするということをやらせてもらってますし、 この三角、アーキテクチャのところは、ま、まさにデジタルアーキテクチャデザインセンターなんで、今日お話ししたような4つの項目をちゃんと、えっと、カバーするということで、まさにですね、あの、えっと、DADC 共同研究先にはですね、あの、京都大学や東京大学の法学系の先生方も、えっと、共同研究先に入っていただいたりとか、あるいはアーキテクチャ設計するところの、えっと、アドバイザリーボードとして、えっと、法学部の先生に入ってもらっていたりします。あるいは、実プロジェクトの中でも、えっと、委員に先生に、 ま,あまさに、えっ、ー、と、技術であるのか、あるいは、えっ、ー、と、ルールであるのか、みたいなトレードオフが起きることを想定して、彼らにも意見を求めないようにやっていくというようなことをやっていたりします。で、アーキテクトの育成には、さっき言った通り、理論と実践がの両輪が必要なので、我々 SM が理論、インプットと,とはワークショップをやらせてもらいながら、えっ、ー、と、実践のはプロジェクトベースでやって,て、そこに、まあ、我々が伴走するという形での、えっ、ー、と、育成をやらせてもらっていたりします。これはの DADC でもそうですし、他の企業さんで今、えー、とやっぱりいくつかの企業さんにあのすごいがっつりとやってくれほしいというのでや、やらせてもらってますが、そういったことをやってます。で、そういったことをやっていくと、やっぱり、ソサエティ5.0に向いたアーキテクチャの設計の仕方っていうのが出てくるので、フレームワーク化というものが進んでまして、今、えー、とシテマアーキテクチャのフレームワークでいうと、UF で、ユニファイドア a テ c シ s s フレームワーク e っていうのが最も有名ですが、UF、うん、そのままだとやっぱり分かりづらいので、 UF をもとにちょっと,えとカスタマイズした DDC 版のフレームワーク化っていうのを作りながらやってたりし,ますしてますし、そうなるとやっぱり MBS のツールもですね、やっぱり,り MBS 化っていうのすごく重要で、いろんなところで進んでるわけですが、そこに向けてやっぱりツールの方もちょっとあのあのいろんな検討を重ねさせていただいてます。また、インコゼからはいろんな先生に来ていただいて、最新の情報をインプットさせて,もらあのしていただいたりとか、 あるいはあの、インコゼの方でやってる活動、例えば、あの、方学のところで s e ローというあの活動があったりするんですが、彼らとも連,動連携させてもらったりとか、あるいは先日も、えっと、J コゼンに来た人たちとは、えっと、別で、やっぱり DDC 側で打ち合わせをさせていただくとか、あるいは、えっと、ジェームズ・マーティンや、えっと、デベック先生ですとか、えっと、デビト・ローンみたいな、あの、トップクラスの人たちもやっぱり来ていただいて、えっと、いろいろと教育をしてもらうとも、ディスカッションをさせてもらうということもやったりします。 あと、国内の活動との連携もやってまして、例えば、あの、ジャンビーというの、まあ、自動車業界ですが、こちら、MBD 推進センターということで、もともとモデルベースディベロメント、あの、シミュレーションとかの方がスタートではあったんですが、もちろん、その先の MBSE も視野に彼らはやれているので、そこについての情報交換をさせていただくとか、あるいは今、えっと、デジタルエンジニアリング、あるいは MBSE でいうと、経済安全保障プログラムでは、航空機がもうすでに、えっと、動いています。これは JA、JAXA 航空部門ですが、JAXA を中心として、航空機械開発メーカーさんがあのこぞって入っているえと活動になりますが、年間数百億円、数,数年で数百億円のお金をつけて、国プロで MBS の推進してますし、今度、もうすぐあのえと船舶の方もえー K プロが始まります。あるいは宇宙開発ですと、人工衛星ではもう、高圧殺新衛星プログラムというものの中で、DX のコンソーシアムが動いてまして、こちら、まさに SE と。 えっと、モデルベース開発の方をや進めてとしますし、えっと、先日ですね、初めて日本として宇宙技術戦略というものを内閣で出させていただいたんですが、その中ではロケットの方でやっぱり、えっと、m b s を重要技術と識別してまして、システムズエンジャアリング、モデルベース開発というものをやっぱり m b s、えっを、と、これから、えっと、進めていくということが言われています。あるいは安全保障の分では、もちろん次期戦闘機はですねあの国際協力、開発協力になってますので、 MBSE、モデルシステムズエンジニアリングというものが中心というふうになっていると。で、その他にもですね、不、えっと、体式洋上風力発電とか、いろんなところで大規模複雑システムの開発が進んでまして、このシステムズエンジニアリング、あるいはモデル別開発みたいなものを、えっと、進めていかなきゃいけないというふうにみんなやっているところではあるんですが、あの最後まとめのところに一言一番下書きましたが、世界の動きはやっぱり早くてですね、日本は一部ではフォローを実施しているところもあるんですが、 なかなかそこに至ってない人たちもまだまだたくさんいるという形にはなっております。<laughs> はい、すみません。えっ、ー、とちょっと時間オーバーして次の時間少なくなってしまったかもしれませんが、私の方からのえっ、ー、と講演の方は以上で終わりにさせてもらえればというふうに思います。ありがとうございました。えー、白澤先生どうもありがとうございます。あのー、えっ、ー、と今日はえっ、ー、といろんなメンバーが入っておられるようなので。 せっかくですので、えっと、いつもの、えっと、ワークショップのメンバーだけではなく、あのご質問いただきたいと思います。えー、っと挙手をしていただいて、えっと、当てさせていただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。なんか皆さんから出ないかな悲しいですね。 えとじゃあ私の方から、まあ、あの前半の方の話タスクが分かれてその中が、えー、といわゆる協調領域になっていくものが新たに、まあ、出てきてて、えー、とそれで新たな構造が生まれていくようなお話をいただきました、えー、とそういう意味で、まあ、あの先生の説明からタスクと言っていただいてたんですけどえっ、ー、と RRI では 業務分析って非常に大事で業務がしっかりとあの理解できてないと,、えー、とそういう構造にだんだん持っていけないよねと思ってますし業務自身を、えー、世の中とそのやり取りできるような構造にしていかないといけないと思ってるんですけど、えー、とそういう捉え方で、えー、と合ってますでしょうか。ははいありがとうございます、えっと、一つは あその通りですねまず業務分析をちゃんとやらなきゃいけないんですが、ポイントは、そのテクノロジーの進化によって、業務の分割の仕方が変わってきているというか、あのタスクをひとで考えたものが、実はそうじゃない。はい、例えばさっきの、えー、と生成 AI を使ったやつの新聞の例はそうなんですけど、そうですね、新聞社の人たちは、はい、記者は記事を書くことが自分のタスクの一つだと思っていたんですけど、はい、生成 AI だと、 記事を書くって、実は読み手のことを考えて書いてたと。はい、でも読み手のことを考えるのは生成 a がや,やると、はい、考えるときに、自分たちが書く記事と読み手のためにこう表現をするっていうタスクの分割の仕方が変わるわけですね。はい、なので、資格、技術を理解すると、三角、アーキテクチャのところの分割が実は変わってくるっていうのが起きるっていうのが一つ大きなポイントかなというふうには思ってます。はいはい、ただ、今日もちゃんと分析しなきゃいけないってのはその通りだと思います。はい あのおっしゃる通り、そり業務って平べったく捉えるんではなくて、えー、と今おっしゃっておられるようにな何階層か存在していて深いレベル浅いレベルいろいろとあると思うんですけど、まあ、それをちゃんと意識して捉えていくっていうことが非常に重要なのかなと,、えー、と最近は思っています。なののののでで、まあ、どこまでを分析すればかかるるるっっていうのは、まあ,ある意味あの先生のおっしゃる通り 技術ののがどう活用できるか次第でだる変わってくるので、そこをしっかりと考えながらやっていかなきゃならないっていうのが従来の業務分析から変わってきているところかなと。はい。そう思います。はい。はい。他皆さん何かございます？じゃもう一問じゃ私の方から、えっ、ー、とまあ最後のところにもえっ、ー、と。 あのフォローを一部の人たちはでき始めてるけどまままだまだっていう話もありました一方であの日本の中では、えー、多分にあのボトムアップ構造現場主義的な言葉が非常に言われててそこが日本の特徴だということも強く言われてる方々もいますしあのそういうなんか、まあえー、の見方っていうのも、まあ、決して悪い話ではないなと思うんですけれども。 えー、サイトでそのトップダウンとボトムアップっていうのをどう、えー、とちゃんとうまく合わせていったらいいかなっていう話は非常に重要なような気がするんですが何か先生の方でここら辺で、えー、と事例なり経験値なり何、えー、かアドバイスとか、あのー、ユースケースのレベルでも結構なんですけどありましたらご紹介いただけたらたあ,ありがたいです。あのー。 えっと、イノベーションの分野ですごく有名なハーバード・ビジネス・レビューの記事がありますけども、えっと、結局、ボトムアップっていうことはどういうことかっていうと、現場主義ですよね。はい、現場主義ってことはどういうことかっていうと、専門家集団ってことになります。はい、で、専門家集団ってことはどういうことかっていうと、専門家バイアスを超えれないっていうことなんですよね。はいはい、なのであの、改善において確実に進めていくにはすごくいいやり方なんです。 はい、それは昔から分かってることで、なので日本はまあ改善を現場主義でやって、すごくうまくいってきてる、はいで、それに対して今日お話した通り、丸三角四角の丸を、新しい丸をポンと違うところに置くっていうのは、実はこれはあの改善ではない活動になります、今と違うことを考えなければいけないので,、はい、で、違うことを考えるっていうときにはどう、何がいるかっていうと、多様性がいるわけですね、バイアスを超えなきゃいけないので。はい なので、実は現場からのボトムアップ、そっちが出にくいっていうことも分かってまして、はい、なので、そっちは何を目指すかっていうことをやっぱり考えていかなきゃいけない。はい、じゃあ、それを何を目指すかをどうやって考えていくかを考えるときに、現場主義のボトムアップじゃないとすると、どうやってやり方があるかというと、うトップダウンしかないわけですね、基本的には。はい、なので、トップダウンでそっち方向、なんかそういう新しい、今と違うあのところを目指していくんだということを決めてもらわないと、そういった、まあ、基本的には、あの 分野横断的なチームを作ることができませんし、そういったことがまあやれないということになるので、なので、そういうのをやっぱりあの作ってもらうしかないとなると、どうしてもトップダウンでやるしかないんだと思うんですね。なので、はい、これってあのどこを目指すかだと思うので、どっちがいい悪いでは個人的にはないと正直思ってます、はいあの。今の延長上で改善を積み重ねていくってももちろんあるので、その場合は現場主義で私は全然いいと思ってまして、はい、そうじゃなくて、今とは全然違うやり方を、例えば、 あのデジタルエンジニアリングで今、たくさん起きてますが、ちょっと今だとは全然違う本当にアプローチになり始めてまして、そういうのやろうと思ったら、それは分からないので、あのそういう専門の人たちと、でも専門のそっちの専門の人たちはそのなんでしょう、ね、本当の設計現場を知らない、開発現場を知らないので、はい、お互いのそこのコラボレーションをやっぱりするしかなくなってくるんですよね。はい、なので、そういったなんか、本当にあの今ちょっとこう、リープが起きてますが、ジャンプをみたいなことをしなきゃいけない、それをやるためには、 やっぱりトップダウンでチーミングを作ってやっていくしかないんじゃないかなというような気が個人的にはしていますあのそういう中で、まあ、多分そのえっ、ー、とリスクを伴うし逆に言うと,、えー、と必ずしも成功するわけではないので失敗する部分を小さくちゃんとすあのシステム・エンジニアリング的な発想で抑え込んでやっていかなきゃならない状態になってるんだと思うし、はいまあ、逆に言うと 変わるっていうか変えるということを前提にもうあの取り組んでいかなきゃいけないと思うんですがそこに何か変われない日本人というかそのえと非常に何かあの再路化してえと日常のことを何となく続けていればいい的な空気感とか逆にはもっとその自分の範囲じゃとっても何にもできないやってみんな諦めてる。 部分も結構あるんじゃないかななというなんかその他人行儀になってるって言うんですかね他人事になってるような気もちょっとしていてまあ、下は下で上にこういうことを突きつけていかなきゃいけないし上は上でちゃんとじトップダウンとして自覚を持ってもらわなきゃいけないんですけどどうやってそれが変わっていくのかなっていうのは非常に、まあ r ああらいでやってても悩んでるとこなんですけどなんか先生 なんかアドバイスありますかいやでも個人的にはやっぱり本当は上の問題だと思いますよ。<laughs> 言っちゃ悪いです。<laughs> いや、それは危機感の問題ですよね、上のね、やっぱりね。いや、下、いくら行ったって上、上が好きかもって本当にやるって言ったらね、日本の皆さん優秀なんで、やるじゃないですか、やっぱり。そうですよね。 日本、やればやっぱりできる人たち、たくさんいると思ってるんですね、正直。はい、でも、それをやるっていうところを決断できなかったりとか、はい、やんなきゃいけないんだという意識を持てなかったら、やっぱり、それは何やればいいか、まあ、さっきの丸三角四角で、丸何やるんだ方向、どっち目指すんだがなかったら、やっぱり下からはなかなか、ね、ボトムアップそこは出ないので、なので、はい、正直やっぱり本当は上の問題と、個人的には思いますけどね。で実際、はい 私はだから、なんでしょうね、さっきも最後に日本の活動とかいろいろ紹介しましたけど、結構、機関を持ってやってる人たちも多いですし、我々も研修、ね、はい、企業の研修で人材育成すごいあのお金いただいて、がっつりいろんな会社さん入らせていただいてるんですけど、はい、も絶対ぶあの、なんでしょう、上からの決断じゃないけど、出ない金額なので、 ああはあ、会社さんはやっぱり意識が高いんだと、意識があるんだと思うんですよね、もうやっぱりあのマネージャーのレベルの意思決定でやってくださっているところ、たくさんあるので,、はい、で、全部の会社がやっぱりそれができてないわけじゃなくて、<laughs> 気がついてるところはやってるし、<laughs> 気がついてないところはできてないんだと思うんですよね。はい、ありがとうございます、はい あのまあ、そういうことで、えっと、実はロードマップの委員会もその5年間近くご支援いただいて、まあ、このシステムアプローチ的なところシステムエンジニアリングでどう考えていくかということをあのやらさせていただいたので、まあ、来年ぐらいからは少しあの具体にあのそういうこのアプローチ自身のやっぱり講習も、えー、やってみたいなとちょっと、えー、今思っております。 あのまたご支援の方よろしくお願いいたしますはい、ありがとうございますはい、はい、よろしくお願いいたしますど、はい、うもありがとうございました